まずは、はい、トップバッターはさゆりんご軍団。出た、これは老舗の軍団だよ、ね、はい、お願いします。あれそっか、さゆりんごがあれスイカからも来るわけか。ちょっと早くもスイカから来てますけど、そう、別団体に何個かに属してもいいわけですから。皆さんご存知のさゆりんご軍団です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。有名ね。ここはまあ有名ですよ。はい、私たちはですね、ご覧のこの4人で活動しております。もともとはですね、私たちちょっとアニメ好きなアニオタでして、そんなに友達がいないので、うん、軍団ができたらこれは友達ができるんじゃないかということでできました、うん、まあそうですね、乃木坂内における軍団のパイオニアであることは間違いないと思います。あれ、真夏さんリスペクト軍団よりもさゆりんご軍団の方が全然全然伊藤カリはどういう気持ちで今やってるんですか。スイカやってるんですよね。いや、スイカとはまた別ですよ。大丈夫なんですね。参謀的なパッと、ポジションなんですかね、はい、さあ、そんな私たちの活動内容はこちらです、はい、楽曲リリース。これでかいよな。すごいな。雑誌連載。連載してんの。そうなんです。さゆりんご軍団で、はい、嘘だろ、本当で仕事に繋がってんじゃん。バンバン仕事に持ってくんだね、ここは。お願い。さらに軍団曲白米様もリリース。その白米様をライブで披露する前に行う儀式がこちら。じゃあみんな、今日が本当に最後かもしれないから仕上げて頑張ろう。はい、行くよ。頑張りマッチューン。あら、これは毎回やる、はい、これが最後かもしれないって確認をするわけだ。そう、毎回毎回もうこれが最後かもしれない。なるほど。これが最後。そんなさゆりんご軍団の入団特典は、じゃん、雑誌の表紙を飾れる。なるほど、雑誌の表紙。はい、この4人でちょっと雑誌の表紙をやらせていただいた。結構グラビアにも読んでいただいたりとか。すごい、ね、うん、マジで。私とか佐々木琴子とか多分まず分かるんだけど、うん、表紙とかをやったことがなかったので、さゆりんご軍団に入ったおかげで。さゆりんご軍団様々じゃん。そうです。表紙やるってね、やっぱちょっとね、すごいことだよ、ね、すごいな。結構仕事に持ってくんだね、うん、ここの軍団。そうなんです。もうとにかく軍団としての成功のモデルケースであることは間違いないんじゃないでしょうかね。確かに軍団のこのもう、ね、モデルケースと言っても過言じゃない ね、うん、そういうことですよね。さらに日村だけに向けた特典もあるようで、うん、こちらの特典があります。なんだろう。白米様になれる。やったぜ。イエイ。そうなんです。今のところあの白米様っていう曲があって、その中でファンの皆さんと私たちで、うん、せーので白米様っていうところがあるんですけど、今のところ白米様いないんですよね。わかるわかる。その時何やってるんだ。私は白米様を本当讃える人たち全員で。でも俺実は客席で白米様って言われた時に、うん、はいはいってちょっと言ってやってますよ。はいはい。そういう気持ちは作ってたから。嬉しい、うん、これ日村さん目がけてきてる。これはちょっと申し訳ない。娘のことみんな、ここだけは俺が俺の得点だからみんな慣れないわ白米さん。いや、わかんないよ。そこの座をやりたいっていう人もいるかもしれないから。だって生田なんか飯好きでしょ。そうだよ生田、うん、争えんのか俺と白米さんの座を。ちょっともう圧倒されて。そうだな。そうです。だな、だな、はい、だな、な、白石もダメだろ。どうだろう、やる気あんのかよ。日村さんには勝てない。そうだな、うん、ああ日村さん申し訳ない、ここ俺だわ。そうだなって。そんな日村に4人からお願いしたいことが。果たしてこの理由は。いつも同じ、大体ポンチョ、赤いポンチョとかなんですけど、うんうん、あのお洗濯もしてくれなくって、なんかお匂いの方がちょっと。お匂いの方が何。なんか、うん、なんて言うんだろう、ボンドみたいな匂いです。ボンドみたいな匂いするの。うんうんうん。それ洗濯しても取れねえんじゃん。そう、だから新しいのが欲しくって、うん、日村さんが入ったらきっと作ってくれるんだろうなって。まあまあ多少お金はかかるよな。いや、え、日村さんが金出すってこと。軍団になったら、まあ、よかったら、まあ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 さ、俺は確かにただでは入れる気がしなかったよ。やめた方がいい。なんでさ、自分の作るのはまだしも100歩譲ってあれだけど、うん、みんなの作るなんてやめた方がいいよ。いやでも軍団入れるからね、うん、でも日村さんもご自分の衣装作っていただいて、白米様の。そうなんだよね、俺だけはやっぱどうしてもね、やっぱいいよ、いいよランニングとブリーフで
米感ね。肉とも肉で白米様だからね、まあ、なるべく白米には近づけたいから俺もさ、うん、そこはさ。そしてそんな私たちの入団資格なんですが、うん、こちらです。顔が可愛い、そしてメイクが早い。どういうことこれ。顔が可愛いはもう大丈夫なんじゃない。だってこれはそうですね、うん、メンバーみんな大丈夫だと思う。うん、大丈夫だよね。日村さんも大丈夫です。あれいやよかった、俺ほんと可愛くてよかった。いや可愛い、可愛い。いやいや日村さん、よかった俺。気持ち悪いよ。よかった、だって向こうが入れるって言ってるんだから。まあまあ、設楽さんは違うんでしょ、可愛いくないもんね。あ、そうですね、設楽さんちょっと、ね、なんで俺ダメなんだよ。俺可愛いだろ。可愛くないもんね。やっぱりそこなんで、設楽さんには可愛さがないから。そうメイクが早い。メイクが早い、うん、この4人とも本当にメイクが早くて、うん、もう30分あればもう全員仕上がってしまう。全員、うん、顔だけなら私5分で終わります。おお、顔だけって他やる。あの 髪はまた別なんです。あ、びっくりした、毛とか抜いてんのか。それがあったらしょうがない。そこは30分みたいな。そこは30分乗るんじゃない。そこは30分。そこは30分。違う嘘です。どういうのですか、うん、そしてさらに今後入っていただく方にはこんな資格があるととても嬉しいです。じゃん、経済力と営業力。営業力か経済力、これ日村さんの絵じゃない、あれ。え、あ、本当だ。どういうことこれ。この全員の中で経済力があって、うん、でこの全員の中でやっぱいろんな番組出ていろいろ営業してくれるっていうと、まあ、日村さんかな。うーん、そうかそうか、まあそうだな。だから俺もそこは否めないよ、やっぱりその活動していくためには全力でいきたいしね、うん、経済力、営業力も含めてね。 やばいよ、これ財布だと思われてる。ここの軍団日村さんをもうなんか入れて金出させようとか考えすぎだよ、良くないよね。可愛くないです。自分が可愛くないからってすぐこういうこと言うんだもんね。そう、自分が入れないからって。良くないです。俺可愛いだろ。可愛いっていう基準が分かんないよ。そして最後に4人の野望とは。こちらです。出た、単独コンサート。俺が完全にいるわ。すごいね、谷町なんだよ。谷町じゃないよ。いや日村さん、谷町なんだよこれ。完全にいるじゃん俺が。もうえ、これちょっとどのぐらい規模で想定してるわけ。目標は武道館と1万人規模のライブ、まあ、ない話じゃないの。ないよこれは、いけるぞこれ。日村さんも出ていいわけ。ぜひ。よっしゃ、リンゴとバナナがブドウで、ブドウ買ってか。おお、出た。おお、すげえ、このおじさんが入って大丈夫。バッチリ。というわけで、うん、乃木坂内グループ一の成功軍団、私たちサユリンゴ軍団への入団、心よりお待ちしております。じゃあお戻りください。じゃあ無所属の人に聞いてみようかしら、ね、します。はい、どうだったサイリンゴ軍団のプレゼン。いやでももうなんか日村さんをめがけていたので、ね、うん、ちょっと私は遠慮しようかな。やっぱね、はい、ちょっとね、グイグイ言ってたもんね日村さんにね。星野とかどうなの。聞いてて、それこそ経済力もないし、うん、営業力もないから。あ、プレゼンの内容に当てはまらないと求められてないなと思ったので、あ、やめておきます。そっか、白石どう。どうしてもその日村さん日村さん続きだったので、私もちょっと無理かなと思いました。本当。そうか松村と仲いいんじゃない。仲はいいですけど、うん、乗っ取っちゃえばいいじゃん。いいんですかね。そういうのもあるよね、そういうもう軍団を乗っ取っちゃうっていうね。そうやでも、あとこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送り。